開幕です。今日はソフトテニス選手に向けて超重大発表があります。そのですね、発表をしてもらうためにある会社の社長さんのところに今回私がやってきました。早速会いに行ってみたいと思います。それでは一緒に行きましょう。今日来た会社はこちら、株式会社エコテックさんというですね、空調や電気、暖房などを主にやっているこちら会社になります。じゃあそれではエレベーターに乗っていきたいと思います。はい、それでは早速やってきました。それでは社長がお待ちしておりますので行きましょう。はい、失礼します。はい、はい、皆さん、株式会社エコテックの林社長になります。こんにちは、はじめまして、林です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは改めまして株式会社エコテックさんの林社長です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日ですね、今日まで自分の人生の大半をソフトテニスにかけてきた選手の皆さんにですね、重大なお知らせがあります。今回ですね、株式会社エコテックさんと合同会社ソフトテニスアカデミーでちょっとこう力を合わせてですね、ソフトテニス選手の求人、ソフトテニスアスリートプランの募集を開始したいと思います。この求人プランはこれから高校、それから大学を卒業する方、もしくはですね、今現在働きながらこうソフトテニスを頑張っている方に向けた、ソフトテニスでこうまだまだ頑張りたい、もっとチャレンジしたいと思っている全国にいるですね、こうテニスに対する熱い気持ちをお持ちのソフトテニス選手のための今回雇用プランとなっています。で、今回ですね、ソフトテニスアカデミーと株式会社エコテックさんで、ソフトテニス選手のための最高のサポートをですね、お約束します。で、後ほどこの会社の中身ですとか、ちょっと働き方の内容を林社長の方からご案内させてもらえればなと思うんですが、はい、少しだけソフトテニスアスリートプランってどういう内容なのっていうお話をさせていただきますと、まずですね、やっぱりソフトテニス選手ということで練習時間、これを確保しなきゃいけないというふうに思ってまして、1週間に6時間のまず練習時間を確保しています。それからソフトテニスを続けていく上で大変なのが、大会のエントリー代でしたりとか、大会の遠征費、宿泊費など、そういう部分にお金がかかると思いますので、今回その遠征費や大会の補助という部分を福利厚生の中に入れさせてもらっています。それからテニス選手はやっぱり用具をいっぱい、ラケットですとかシューズ、それからウェア、ウォームアップを使いますので、そちらの用具の支給も福利厚生の中に入っています。そしてですね、私マックス塾長といつも出てくれてる内海コーチが今回その選手の皆さんのトレーナーとコーチという形で指導にも携わらせていただきます。はい、今言った以外にもですね、こうまだいっぱい中身はあるんですけど、本当にですね、ソフトテニス選手にとってはこう夢のような、今までなかった働き方のプランになっています。では、私の方からの説明をこれぐらいにさせていただきまして、林社長の方から簡単な会社の説明と求人の詳細を発表してもらいたいと思います。林社長、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、私は株式会社エコテックの代表取締役を務めております林秀樹と言います。よろしくお願いします。会社の簡単な説明なんですけれども、当社は札幌に本社を置きまして、主に戸建て住宅ですね、皆さんが住んでる戸建て住宅の設備工事をしている会社です。設備って何かというと、電気と空調なんです。電気って何かって、照明器具だったりスイッチだったりですね、あとはこのコンセントだったり、そういったものの配線をします。空調って何かというと、換気だったりエアコンだとかの冷房、あとは冬の暖房ですね、こういったものの工事をしています。札幌本社と言いましたが、あとは苫小牧、
あと宮城県の仙台、あとは埼玉県にも事業所出してやっている会社です。今回ですね、求人をかけたいなと思っているのはうちのグループ会社になります、株式会社海星という、工事を本当ですね、手でこう工事をしていく職人さんの会社があるんですね、うん、そこで今回のソフトテニスの練習しながら、また手に職をつけるというところをやりたいなと思っています。雇用形態としては正社員です。職種は先ほど言ったように技術職、家の中で工事をしていただきます。主にエコテックで受けたところの現場の工事をしていただこうと思っています。勤務時間は8時から18時まで、休憩時間は2時間、その中に入っています。休日は4週8休、週休2日ですね、土日祝日休み、年間休日数は120日となっていますので、うん、土曜日日曜日に大会の試合出たりそういうことは可能かなというふうに思っております。給与は月給制で16万円から、残業代だとかももちろん出ます。賞与はテニスの戦歴によって変えようと思っていますので、皆さんはコーチももちろんそうなんですけれども、テニスにこう力を注いでいただいて、そこで業績を伸ばしていただくということがまた自分に返ってくる、そのような形で考えております。福利厚生としては社会保険は全てついておりますので、安心して働いていただけるかと思います。はい、林社長ありがとうございました。もっと細かい内容はもちろんあるんですが、まずは皆さんに今回発表させていただいて、ご興味のある方にですね、今回の会社説明会を開催させていただきたいと思っております。で、会社説明会への申し込みなんですが、番組下概要欄の方に申し込みフォームのリンクが貼ってありますので、そちらの方から申し込みください。申し込み期限なんですが、本日から10月30日日曜日までとさせていただきます。申し込みをしていただいた方に11月2日火曜日の5時から株式会社エコテックさんで会社の説明会をさせていただきます。北海道にお住みでない遠方の方はですね、オンラインでの説明会への参加も可能ですので、申し込みフォームの方に記入されたメールアドレス宛てに当日参加用の URL を送らせていただきたいと思います。はい、先ほど林社長の方から海星さんの、子会社の海星さんの方に入って技術職、技術を学んでいただくという話があったんですが、実際どんなような仕事を内容なんでしょうか。はい、ほとんどですね、戸建て住宅の施工になりますが、はい、必ず先輩社員がついて教えますので、はい、全く未経験の方、もしくは今までその電気工事って何だろう、空調工事って何だろう、全く知らないって人でも全然問題ありません。おー、じゃあ本当に未経験の方でも問題なく働ける現場、はい、はい、手に職をつけられるということはとても強いことだと思っています。将来にわたってもですね、電気工事というのはなくなりませんし、はい、今夏がすごく暑く冬は寒い、この寒冷地で受ける空調というのはなくなりません。コロナになれば換気だとかもですね、よりこのニーズが高まってきますので、そうですね、そういった技術を身につけられるということは本当に将来にわたってずっと安心できる、そういったものも身につくのがメリットの一つだと思っております。はい、そうですね、やっぱりソフトテニスで募集して、もちろんソフトテニスがやりたくて入ってきてくれるとは思うんですけど、はい、それがこう終わった時のキャリアっていうのもソフトテニス選手のみんなはやっぱり一つ心配してることなのかなと思いますので、技術を一旦身につけておけば、もし引退した後もそれを使ってですね働けるっていうことになりますので。そうですね、はい、仕事がなくなることはありません。ありません、はい、はい、素晴らしいと思います。はい、株式会社エコテックさんのホームページもございますので、そちらの方を見ていただくと、どんな事業を行っているかということがよく分かると思いますので、そちらの方もぜひご覧ください。 URL なんですが、番組下概要欄の方に貼っておりますので、そちらの方もぜひご覧ください。今回ですね、このような発表をさせていただいたことに、まずソフトテニスアカデミーとしても本当に大変嬉しく思っていますし、林社長の方にも本当に感謝しております。ありがとうございます。まずはですね、我々見て強くなるソフトテニス塾の思いとしましては、やっぱり地元である北海道のソフトテニスを盛り上げていきたいという気持ちがあります。で、北海道から盛り上げてですね、今度はそこから全国にこのソフトテニスっていう競技の良さをもっと広めていきたいなというふうに思っています。林社長もですね、ソフトテニスのことはもともと知っていたわけでは全然なかったんですよね。はい、はい、この我々の活動を通じて初めてソフトテニスというものをですね、林社長は知ってくれました。ソフトテニスに全く林社長が例えばソフトテニスをやっていたわけでもないわけなので、その関係のない企業さんが
ソフトテニスに入ってくれることっていうのは、ソフトテニスが今後発展していく上ではすごくね、必要不可欠なことだなっていうふうに思っています。で、この発表がですね、その第一歩となることをですね、私は信じておりまして、自分たちが大好きなソフトテニスをこれからどんどん盛り上げていきたいと思っています。それではたくさんのご応募お待ちしております。バイバイ。